さあ、合算帰りです。日本海を望んでみながら今今日についてます。今回の移動のパートナーは中根さんです。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか、合算シリーズは。まあ初回、ね、初回ね、今回ちょっとレッスンも柏木的には珍しくちょっと細切れというか一歩通さないで5個6個ずつぐらいのパターンでちょっとやっていくっていうのをもう最近僕自身ハマってやってるんですけど、今回どうでした。効率よくなんかイメージを変えてなんかいろいろチャレンジできて、はい、なんか変化を感じられるいいキャンプになりました。今どうなの、コブとかは今どんな感じの滑りを今目指してるの。なんか具体的なある理想的なものとかっていうの。結構縦に入れられるようになったんで、そのコブの中でそのエッジを立てて切れて加速と躍動を見せられるような滑りをできればいいなと思って練習に取り組んでます。スライドターンとカービングターンって用語を今僕自身もちょっと使い分けてレッスンさせてもらってるんですけど、なんか僕的にはどっちも大事かなって思うんだけど、中根ちゃん的なそのスライドターンとカービングターンの使い分けっていうのはある、それとも今全然考えてなくてとりあえずカービングターンにトライしてる感じ。まあスライドターンは結構完成度はある程度高められてきたかなと思うので、まあ、まだ今年、まあ、得得し始めたカービングターンを、まあ、いろんなコブのバリエーション、特に今回合算だとなかなか普段体験しがたい結構ライン取りとか求められたりするので、まあ、そこの中で経験値を高めていくみたいな、そういったことを、はい、まあ、今回はテーマに取り組みました。素晴らしい。あれなんかね、コブレッスンは毎回俺も出し惜しみしてるわけじゃないけど、レッスンなんか毎回ちょっと発見があるような感じになってんだけど、どうそれはどうなんですか。そうです、まあ本当に去年までと全然イメージが変わりましたし、なんか、うん、そういうことにまず気づくことができたというのも、まあ、自分の中で大きいかなと思ってます。 OK、じゃあまた後でちょっと聞くかもしれないけど、運転頼んでいいんですか。運転はバッチリです。ちょっと風景もいいんで山行って、あのちょっと今見えないけど今度海かな、海を見ながらちょっと移動して帰りたいと思います。また後ほど。中根ちゃんどうなの、目標はどう、スキーやっていく中でどんな目標を持ってますか。まあ大会とかまあ出てるので、まあ、そこでいい成績とか取りたいですけど、やっぱりなんか今の自分よりもっともっと上手くなりたいなというそういう気持ちで日々練習やってます、ね。あれ、まあ、クラウンを取ってしまったじゃない、はい、なんか具体的な順位の目標とか、それとまあ大会も出るけどその中でなんかいいパフォーマンスの滑りを目指すか、点数だ順位よりはそれはどうなの。そうですね、まあ今まで大会出てきて、まあ、自分のベストだった時の点数とか順位とか、まあ、そういうのを更新したいという気持ちはありますけども、まあ、その一方でやっぱり自分が、まあ、今いる環境で周りに結構うまい仲間がたくさんいて、あ、この人のこういう滑り自分もできたらいいなとか、自分もこうなりたいなとか、そういうのを目標にしてやっぱり練習 してるなっていう気持ちですね。おお、素晴らしい。今年オフトレしますか。あ、もちろんですね、やっぱりオフトレでしっかり体動ける体の基盤作りと、あ、その実際に滑った時に、まあ、高い強い負荷の中で実際パフォーマンスできるようなそういった体ができてないと、やっぱ上手くなれば上手くなるほどやっぱりそういうのがちゃんとできてないと、うまく滑れないなっていうのを実感として、はい、感じてるので、そこをオフトレはおろそかにしたくないなっていう気持ちです。OK。また話聞くと思いますけど、頑張っていきましょう。はい。